小ガラス丸、あるいは小ガラスは、奈良時代末期から、平安時代中期に作られたとされる、日本刀。皇室の私有財産であり、国立文化財機構が保管している。本校では、平家一門の家宝であり、皇室魚物の小ガラス丸について記す。平安時代中期の間に作られたと推定される、喫茶器両場作りであり、刀工は、天国作と伝えられる。 名称の伝来について、刀剣研究家の福永水賢は、以下の三つの説を述べている。後に、平定森が、城平天行の乱を鎮圧する際に、天皇より拝領し、以後平家一門の長宝となる。平家が滅びた、壇の浦の戦いの後、行方不明になったとされたが、その後江戸時代の天命五年になり、平氏一門の流れを汲む遺跡で保管されていることが、 判明し、伊勢家より刀身及び刀相と伝来を示す、伊勢定常家族柄スまル立地図の文書が、幕府に提出された。この伊勢定常家族柄マまたちは、伊勢家より、徳川将軍家に献上されたものの、将軍家はそのまま伊勢家に預け、明治維新後に、伊勢家より、津島国の創始に買い取られた。明治15年3月に、 宗家当主の宗重正伯爵より明治天皇に献上された。現在はこれが皇室御物であり平家伝来の小ガラス丸として外装ともに宮内庁委託品として国立文化財機構で保管されている。なお、江戸初期に本阿弥光悦が推し形をとっており、それによれば大宝年月日天国と名があるがこちらには名がない。 周古十種より波長 62.8cm、頭身半 1.2cm、茎半 0.6cm、元幅 3.25cm、元へ 0.7cm、茎長 19.9cm。腰元から茎にかけ強く反っているが、上半身にはほとんど反りがつかない。しのぎは、後生の日本刀と異なり、頭身のほぼ中央にあり、 表裏のしのぎ状に問いを、胸方に書き流しのなぎなた問いを書く。地鉄は昇番目肌が流れ心となり、波紋は、自家人で、波中の働きが豊かなものである。陶行、天国作との説があり、天国の名があったとの伝承もあるが、現存するものは、西武系、無名である。陶心と合わせて、柄、鞘ともに、根樹雲流文様の錦で包み、 チャイット大荒巻きで束巻きと渡り巻きを施した二式筒ミート巻き立ちごしらえ様式の外装が付属しているが、この外装は明治時代の作である。完成12年に編纂された宗古十種には伊勢定常家造庫から住まる立地図より転載された直光金法の刀層の絵図が収録されており、現在の外装はそれらを参考に作り直されたものと見られる。 小ガラス丸は、切っ先両馬作りと呼ばれる作りとなっており、切っ先が両馬となった、独特の作り込みとなっている。これは、奈良末期から、平安時代中期にかけて、主に一つを目的とした、自家刀から切断を目的とした、湾刀の過渡期に双方を目的として考案された、もので、この作り込みの代表作が、小ガラス丸であることから、小ガラス作りとも呼ばれている。 小僧院宝物の自家刀の中には、喫茶器両場作りのものがある。魚物の、小ガラス丸の他にも喫茶器両場作りの立ちは、幾古りか減損しており、各地、各時代の投稿が研究のため、写しとして制作していたようである。兵庫県加藤市の清水寺には、聖遺大将軍、大納言の坂の上の田村麻呂が寄進したとされる、大刀三口。 少し白江かなぐ十個が現存しており、三口のうち二号大塔と三号大塔が、喫器両場作りである。いずれも自家塔から湾塔へと変遷する過程の、ものとして、極めて資料的価値が高く重要文化財に指定され、修1十種にも、坂上田村麻呂県として所載されている。大日本帝国時代には、小ガラス丸は、時の天皇より、 朝的討伐に赴く賞に与えられたという故事に基づき、日本陸海軍で元衰号を授けられた大将に、歌死される元衰刀の刀身にも、喫先両場作りの太刀の様式が用いられていた。現在でも、喫先両場作りの太刀は、現代刀の様式の一つとして、作刀されているものがあり、上述の元衰刀の他にも、 安国神社優秀館の展示棟や新潟県、柴田市の月岡カリオンパーク内のカリオン文化館の展示品などを見ることができる。数は少ないながら、刀剣ペンで取り扱われる刀剣類としても時折見られる様式である。福永によると、源のためよが秘蔵の日本刀である獅子の子に似せて作らせた、現氏の長宝としての日本刀の物語が紹介されている。 それによると、もともとは、獅子の子より2分、長かったものの、獅子の子が小ガラスに倒れかかったことで切り落とされてしまい、同じ長さになった。その後小ガラスは吉友に送られ、吉友の死後、平の清盛のもとに渡ったとされるも、福永はこの話を十説と、相入れないものとして扱っている。ありがとうございます。